はい、こんにちは、こんばんは。今日はね、えィックウォッチ Pro に、えクトカムという遠隔操作、リモコンでね、えー、自分の携帯のカメラを立ち上げて、動画撮影、またはカメラ撮影ができるといったアプリをご紹介していきたいと思います。では、どうぞ。はい。えー、それではね、 ピクトカムをダウンロードしましたんで、早速起動したいと思います。まず上ボタンをタップします。そして、ピクトカム、これですね、えー。今お見せしておりますアプリ、ピクトカムをタップします。はい、えー、今ね、被写体を、これが私のペアリングしているスマホになりますね。で、しばらく待つとね、 はい。今あ、ペアリングされました。こんな感じでね、映像が映っております。前にね、わかりやすいように、Mac でもらった、はい、ものを置いております。これ私の手ですね。はい。実際に、現在、こう指が出てきますよね。こんな感じで、はい、映っております。ちょっとね、タイムラグがあるんですけど、こんな感じで、えー、ピクトカム。私が今までね、 ティクチプロで、えー、入れたアプリの中では使えるアプリの代表格ですね。えー、これ、動画撮影もできますし、えー、カメラの、内カメ外カメの変更もできます。えー、これでね、えー、シャッターを押したり、録画開始したり、また、フラッシュ、オートモードとかにも変えることができますね。えー、後でやっていきますので、今、ざっと説明しております。で、カメラの場合は、今、カメラ向きを変えることもできます。 で、ここでね、はい、えー、ピクセル数を変えることができます。今、8メガにしております。かなりの設定モード4.9、4.1、3.1。はい。下に行くほど画質が落ちますね。上に行くほど上がるといったもので、えー、最高、こちらの自分のスマホは1300万画素外カメありますんで、えー、13メガピクセルと。 U3 メガという風になってます。でも、それはちょっと大きすぎるんでね。8メガぐらいにしております。で、これが実際に撮影できるかということで、ちょっとシャッター切って、こちらに飛ぶかというところをお見せしたいと思います。はい、これでシャッターが切れました。これのいいとこはね、音なしで撮影できます。いいですかシャッターの切れる音がしない。ただ、時計にブルッとバイブレーションが来ます。はい。 そのバイブレーションはちょっとお伝えできないんですけど、ここ、プッと押すだけで、タッチする、タップするだけで、はい、写真が切れております。えー、いくつか撮ったんで、またこれを反対に向けて、えー、こんな映像をちっと撮りたいと思いますね。同じ映像だと撮れてないと思われたらいけないんで、はい、これでまた2枚ぐらい撮りました。はい、えー、これのまたさらにいいところはね、これで、えー、フラッシュモード。 オートですね。フラッシュにします。強制発行で。はい。発行しました。もう一枚取ります。はい。えー、これが強制発行モードになります。通常はオートとこれが、はい。強制発行とこれ停止ですね。オートです。これもタップするたびにブルッと来ますんで。はい。えー、これが写真撮影モードと。 いう風になります。で、ズームも効きます。はい。右側の画面を上にやるとズームです。ズームできたのがお分かりでしょうかもう少しズームします。あ、これが最高ですね。で、これで下げますん。これはあれですね。はい。5秒後に切れる。これで、まあ5秒でしましょうか。で、えー、これがタイマーです。 5、4、3、2、1。はい、切れました。こんな感じです。タップで最高10秒まで。と、あとこれで、はい。ズームは、ちょっとズームがね、こんな感じで。はい。で、戻すと戻るようになってるんですけど、 ちょっと、はい、操作でねはいこんな感じです近づけてこうするとはい一番引いたところがこれですズームもできますちょっとズームがね、えー、タイムラグがありますんで画面をこう上げてもらうとズームで下げてもらうと引いた画像になりますこれが今一番引いたところですで内カメ外カメできますのでちょっとやってみますね え、内側のカメラにしてみます。はい、こんな感じで私が映りました。戻します。はい、外カメです。で、続いて、撮影モードをカメラから動画モードに変えます。はい、これで、えー、動画のパターン、フル HD 1080p で撮るのか、はい、えー、ここですね。 480なのか720なのか今720に設定しておりますでこれではいえー、撮影開始してみますよはいこれで動画が撮れるか後でお見せします動画の場合はここはいブルッと来て赤ランプがつきますこの赤い表示ですねがつきますこれは動画撮影しておりますカメラの場合はブルッと来るだけですねはいえーこれで内カメ外カメが変えることができます こんな感じで。今、こちらで撮っております。これとペアリングしているスマホが遠隔操作、リモート操作ができるといったピクトカムのご紹介を今しておりますね。はい。p i c t o c for Android Wear というのが正式名称になっております。まあね、これがファインダーとして使えますんでね。 もう非常にズームイン、ズームアウトができて、ビデオモード、カメラモード。で、解像度を選択できると。で、前面カメラ、背面カメラに変えることができると。いった p i c t ム c o m いくつか、他社メーカーもありますけどね、アプリ。え、この p i c t ム c o m 4 a n d r o i d Wear が一番正確で誤作動がない安定したものです。 そういったわけで、えー、僕の声と入ったと思うんで、えー、ちょっとね、これもズームが効きます。ちょっとズームします。はい。ちょっとズーム。はい。これでズームしてるの分かりますはい。ちょっとズームするのがね。はい。これもズームできるんですよ。ちょっと今。 支援が働いておりますけど、先ほど見せたように、えこちらの方もズームができますので。はい。えー、そういったわけで、えー、ピクトカム撮影いろいろとやってみました。操作、こちらフラッシュモード。はい。と、ここで、各種モードが変えれるといった具合です。はい。これで操作を終わりたいと思います。 で停止かなはいそして次行きたいいいと思いますはいえー、それでは p i x トカ c a m に入ったこちらのアプリに入で遠隔操作したものが果たして取れてるか見ていきたいと思いますはい、えー、こちらが私のスマホですね、えー、これだけ先ほどシャッターを切った 画像が入っております。動画も一本入っております。写真も入っております。順番に見ていきたいと思います。こういった感じですね。はい。ちょっと近づけましょうか。ちょっと反射しますね。こう,こういう感じで。はい。綺麗に撮れてますよね。はい。これで8メガで撮りました。自分の携帯のね、 え、画素数で変えれるようになります。1300万画素まで私の撮れますんで、1300まで撮れます。自由に設定を、解像度を変えることができます。結構綺麗に撮れてますよね。はい。こんな感じで拡大もできます。はい。これが写真撮影したものですね。はい。で、これだけずっとくるくるっと、先ほど何枚か、11枚ぐらい写真撮ったかな。 はい、えー。こういうふうに連続撮影でできます、えー。いいところはね、無音でシャッターが切れるんで、えー、非常に、えー、便利ですね。はい。で、見たいとき、今度動画ですね。果たして先ほど撮った動画はどんな風か見てみます。声も入ります。はい。こんな感じで。 はい。まあちょっと今、喋ってないんで、無音状態になっておりますが、まあ声ももちろん動画なんで、えー、撮れるようになっております。はい。まあこれが動画か動画がね、ちょっと動いてるもんじゃないんで、分かりにくいと思いますけど、これが動画撮影したものです。はい。下にバーが出てるのがお分かりかと思います。はい。これ、ズームしたものですね。途中で。はい。 エピクトカムによってズーミングした映像もそんなに画質は荒れておりません。はい。こんな感じで動画も撮れます。もうすぐズームできる,できると思います。はい、これがズームですね。時計側から、ティック内側からズームしたところです。こんな感じでズーミングできます。ズームもできます。ちょっと反応がね、離れると、やはり Bluetooth で飛んでるんでね。 ちょっと、あのー、タイムラグはありますがこんな感じではいこんな感じで、えー、まあファインダーとして、えー、見ながらリアルタイムの映像を見ながらビデオモード写真モードまたセルフタイマーズームインズームアウト解像度を選択できて全面カメラ背面カメラと 切り替えて、えー、使うことができるピクトカムね。今日ご紹介しました。はい、えー。皆さんもぜひね、この辺に出しときます、えー。多分有料版100円ぐらいだと思いますので、ぜひ、えー、これはおすすめのアプリとなりますね。もう一度立ち上げて終わりたいと思います。これで、まあ映像がこうやってしばらく、はい、今映ってますよね。こんな感じで、はい。 これをカメラモードと動画モードはい写真モードと動画モードで撮れるといった今日は PictoCam のご紹介でした皆さんもぜひ入れてみてくださいこれはおすすめですよ本当におすすめのアプリとなりますではまたですさよなら良いアプリがあったらご紹介したいと思いますではまたです よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。